はい、皆さんどうも、ヤソでございます。今回はですね、こちらにあります Vim の新作ブルゾンをレビューしていきたいなと思います。こちらのアイテムをですね、ようやく手元に届きました。今回のリリースの中で全ての在庫がなくなってしまっているのはこちらのアイテムだけですので、どんなアイテムなのか気になっている方結構いらっしゃるんじゃないのかなと思います。まあ、今回もですね、頑張ってレビューしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、こちらのチャンネルではですね、主にインフルエンサーブランドのアイテムを中心にレビューするチャンネルとなっております。まあ、気になるブランドであったりだとか、参考になる動画がありましたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、では改めまして、今回レビューするのはですね、ウィムリドムから販売されましたシャギーショートソウテンカラーブルゾンでございます。はい、ちょっと読み方が間違ってたら申し訳ございません。で、価格が9900円で、サイズが S から L の3サイズで、カラーがダークグレーとブラウンの2色展開となっております。僕はですね、今回ダークグレーの L サイズを購入させていただきました。続いて現在の販売状況を確認しますと、今収録している11月22日の段階で全サイズ全カラー在庫なしとなっております。はい、ではというわけで早速素材から見ていきたいなと思います。使われている素材はですね、表地がポリエステル 75%、 ウール 25%、そして裏地がポリエステル 100% となっております。で、生地の表面なんですけど、まあ、こちらのアイテムはですね、メランジカラーが採用されているので、何色かの糸を使ったまばらな色味になっているのが特徴でございます。まあ、結構独特な色味をしていますよね。あんまり日常的には見かけないのかなと思います。で、使われているのがおそらく、まあ、黒色の糸と、まあ、白っぽいグレーの糸が使われているのがメインだと思うんですけど、で、明るい糸の方は結構光沢感があるので、光を当てると結構反射しますね。で、触り心地なんですけど、そうですね、滑らかというよりかは少しザラつきのあるような触り心地になっています。で、僕の感覚としてはちょっと静電気とかが起こりそうな生地だなと思いますので、苦手な方は気をつけた方がいいかもしれないです。続いてはデザインを見ていきたいなと思います。まずはフロント部分ですね。こちらのブルゾン、ボタン式になっているんですけど、ボタンを閉じるとですね、このように記憶仕立てになっています。もうこれは結構 Vim ではよく見られるディテールの一つですよね。で、一応一番上のボタンだけ見えるようにデザインされています。で、袖口にはですね、袖を締めたりすることができるベルトがついていたり、で、ポケットは斜めのスラッシュポケットになっています。で、一緒に裏地も見てみますと、裏地はこんな感じですね。わかりますかね、こんな感じになってます。で、両脇に内ポケットがついているので、まあ、結構収納もできるのかなと思いました。はい、と、まあ、というわけでちょっとデザイン見てきたんですけど、まあ、ここまではよくあるデザインなのかなと思います。で、もう一個デザインがありまして、まあ、これが僕一番注目しているディテールなんですよね。まあ、こちらに関してはゲンジさんの動画で取り上げられてはいるんですけど、今回改めて着目したいなと思います。まあ、こちらのブルゾンですね、普通に着るのも十分かっこいいんですけど、結構襟にボリュームがありますので、襟を立たせてもかっこいいなっていう感じがするんですよね。まあ、普通のブルゾンはですね、襟を立てたとしても倒れてしまってずっとキープができないということがあると思うんですけど、まあ、こちらのブルゾンにはですね、襟を立ててそれをキープする機能がついております。で、まあ、その機能は何なのかについて見ていくんですけど、こちらのブルゾンですね、裾の下部分にですね、別布がついています。こうやってボタンで外すことができるんですよね。で、この外した別布を使ってこのブルゾンの襟を立たせることができるんです。ちょっとやってみます。はい、まあ、こんな感じでですね、襟を立てて別布をつけることによって立てた襟をキープすることができるんです。もうさっきまでとだいぶ違ったシルエットを作ることができるんですよね。いや、この機能は僕としては非常にいいなと思いました。めちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、こういう襟を立てた着こなしっていうのは結構男性の皆さんの中二心をくすぐってくるような印象になってくると思うので、まあ、結構これ好きな方いらっしゃるんじゃないのかな思います。で、まあ、襟を立てることによって、まあ、印象であったり、シルエットを変えることはできるのはもちろんなんですけど、で、寒さ対策にもなりますので、機能面からしてもかなり使えると思います。さて、次は着用映像をご覧いただきます。身長181センチ、65キロの僕が L サイズを着ると、こんな感じです。はい。袖の長さはですね、若干オーバーサイズで、丈の長さはちょうど股下に差し掛かるぐらいの長さになっていました。で、こちらのアイテムのコンセプトとしては、ブルゾンとコートの中間、
というものをイメージされているということなので、まあ、結構絶妙な丈感になっていますよね。トレンド的にはショート丈よりもミドル丈が今はトレンドだと思いますので、トレンドを意識したいという方には結構ぴったりなアイテムなのかなと思いました。で、着心地に関しましては、まあ、肩にもゆとりがありますし、特に不快感はなかったですね。強いて言うのであれば、今やはり生地感でお話しした静電気ですね。まあ、僕みたいな乾燥肌の方はよくわかると思うんですけど、結構バチッといっちゃうと思うので、そこら辺は注意した方がいいかもしれないです。で、これを着て外を出てみたんですけど、まあ、しっかりあったかかったので、冬用のアウターとしてもしっかり活用ができるんじゃないのかなと思いました。はい。で、まあ、今回はちょっと珍しくこちらのアイテムを使ってコーディネートも組ませていただいたのでお見せします。はい。コーデを実際に組んだ感想としては、やはり襟を立たせた着こなしが僕は一番好きですね。めちゃくちゃかっこよくなるのかなと思います。で、合わせるパンツとしては、細身のパンツよりも落ち感のあるワイドなパンツの方がシルエット的には扱いやすいのかなと思いました。まあ、あえてね、スキニーとかを履いて V ラインのシルエットを作るのも面白いとは思います。よかったら参考にしてみてください。はい。では、というわけで今回は WIM の新作ブルゾンについてレビューをさせていただきました。参考になりましたでしょうか。個人的にはですね、1万円でこのクオリティのブルゾンが買えるというのはユーザーとしてはかなりありがたいなと思いました。まあ、売り切れになってしまうのは十分納得できますね。まあ、ただこのような人気のアイテムは転売とかがですね、ちょっと横行してしまうので、そこはちょっと怖いなと思いましたね。まあ、手放すのは人それぞれではあるんですけど、まあ、無理に値段を釣り上げてね、印象の悪い売り方はやめておきましょう。今回購入できなかった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、WIM の新作はですね、大体販売直後にチェックだけしておけば十分買えると思いますので、まあ、この経験を生かしてね、次回の新作リリースに備えていけたらなと思います。僕もその際はしっかり発信をさせていただきますので、はい、よかったら見てみてください。それではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。では。